悪魔のような所業を僕は見た。仲居をしていた草壁弘子が殺されました。ご存知ですか、この女。私を疑ってらっしゃる。草壁弘子を満州から連れ帰ったのは優作さんです。あなたとあなたのご亭主がこれからどう振る舞われるか、我々はそれを注視しています。あなたがスパイなら私はスパイの妻になります。おじさん以外の誰にも渡してはいけない。この証拠を国際政治の場で発表する。本当のことをおっしゃってください。僕はスパイじゃない。信じるのか信じないのか。あなたを変えたのはあの女です。決定的な証拠だ。あなたは何も見なかった。あなたには分かりようがない。ひとえにあなたのことが心配なんです。タイジ君は君に惚れている。やはり知らなければ何も信じることはできません。あなたは連合国側のスパイですか。誰が通報した。あなたもよくご存知の方だ。アメリカへ渡りましょう。私たち二人で。捕まることも死ぬことも怖くはありません。私が怖いのはあなたと離れることです。